ただいまから参議院選挙区選出議員候補者の経歴と政見を放送します。この放送は公職選挙法に基づいて候補者が自ら制作して提出した政見、または候補者が放送局において収録した政見をそのままお伝えするものです。この時間は埼玉県選挙区補欠選挙の候補者について放送します。これから放送しますのは無所属上田清さん、 NHK から国民を守る党立花隆さんです。埼玉県選挙区無所属上田清71歳、昭和23年生まれ、法政大学、早稲田大学大学院修了、衆議院議員3期、埼玉県知事4期、全国知事会会長歴任。では、上田清さんの政見放送です。前埼玉県知事の上田清です。4期16年の在任中には県民の皆様、そして各界の皆様には大変なご支援とご協力をいただきました。誠に感謝に堪えません。改めて御礼を申し上げます。この間埼玉県は大きく発展したと思います。県民一人当たりの所得も直近の10年に限って言えば日本一の増加額です。また企業の本社も純増で1位です。さらに緑と川の再生なども丁寧にやってまいりましたので、鮎の生息率も 53% から 88% まで埼玉県の川全体の中で占めるようになりました。私はこの度多くの皆さんのご推薦があり参議院選挙に立候補することになりました。まさに県政を16年経験したこの蓄積と10年と1ヶ月衆議院議員をやってまいりました経験を生かして、さらに県政と国政の架け橋になりたいと思っています。大きく4つの政策を掲げております。まず第一に地方重視の政治です。これは知事をやってて分かったことでもあるんですが、埼玉県警と言いながら警察官の増員は知事の権限でできないです。国が定数を管理しています。したがって日本一負担の重い警察官がこの埼玉で頑張っているにもかかわらず定数を増やせない関係になっています。そこで民間の防犯パトロールの皆さんに協力をお願いして515団体だったものが6010団体まで増やし、日本の8分の1は埼玉県にいるぐらい頑張っていただきました。犯罪も全体として18万件が6万件に、そして住宅侵入等などは 84.3% に。こうした部分も国の政治の中でやっぱり地方重視という考え方で制度として改めるべきだと思っています。医師の確保についても国ががんじがらめに占めています。地方の実情について十分分かっていません。これもしっかり正していきたいと思っております。そして大事なことは高齢化社会、あるいは少子社会と言われていますが、持続可能な社会保障制度が作れるかどうか、これが大きな課題です。消費税が 5% から 8% に、 8% から 10% に、この引き上げはまさに持続可能な社会保障制度を作るという名目でした。でも消費税だけが先行しています。未だに安心できる社会保障制度は出来上がっていません。これをしっかり作り上げたいと思っております。
また行財政改革が進んでいません。なぜ古の人たちが行部省あるいは民部省あるいは大蔵省などという名前をつけたか。行政機構は膨らむ、だから常に省けというこの意味を込めたんです。行財政改革はまさに政治の本質です。第三人調を作って頑張るべきだと思っています。四番目に、私はまさに国連が定めた SDGs の日本版を推進すべきだと思っています。日本は7人に1人の子供が貧困で、食事も満足に与えられていない、この現実をもっともっとしっかりと見つめ直すべきであります。誰一人残さない、こういう社会を本気で作るべきだと私は思っています。日本版の SDGs をこの埼玉からしっかり、あるいは日本からしっかり作っていくことが、世界に向かって日本の存在価値をしっかり示すことになるはずです。こうした高い理想と、そして埼玉県政で私がお示しをすることができた一つ一つ丁寧な作業を、県民の皆さんの力と、そしてまさに多くの団体や関係の皆さんの力で実現していきたい、このように考えております。またこれからも一生懸命頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。埼玉県選挙区無所属、上田清さんの放送でした。